はい、トモでーす。今日は止めたいのになかなか止まらないしゃっくりについてお話しするね。その前に、僕ね、日々たくさんの雑学やたくさんの投稿の方をねしてますので、そのたくさんに埋もれる前に保存ボタンの方をよろしくお願いしますね。それが僕の応援につながるからね。実は止まらないともうね困るしゃっくり、 100% とは言えないんだけど、しゃっくりができた時にこの両耳をね塞ぐと、ね、指で塞ぐと、まあ、今話を聞こえなくなっちゃうな、指で塞ぐと止まりやすくなると言われてるんですよ。もうねしゃっくりで困った時はぜひぜひ試してみてね。そんな感じでした。みんなに教えてあげてね。